ではここではですね、練習場で、ちょっとしたこう工夫で、少しこう練習の内容をこうよりこう効率よくしてあげる一つこう工夫を紹介したいと思います。今ですね7番アイアンを持っているんですけれども、アイアンの練習をするときに、通常はこのマットのアイアン用マットの上にボールを置いて、練習をするんですけれども、結構ですね、大幅にダフったりトップをされる方っていう、なかなかもう、こう真ん中に当たらないという方、たくさんいらっしゃると思います。そんな時に、ドライバー用のこうティーがあります。ティーがありますのでティーの上に、ボールを乗せて、こうボールを打っていく。でこういった練習をすることで、芯に当たる確率が非常にこう高くなります。例えば僕ら、レッスンの現場で、インドアのレッスン場でしたらテニスボールとかよく使います。テニスボールを7番アイアンで打っていくと、意外にダフリトップ、やっぱりボール大きいですから出ないんですね。それと、まあ、同じ要領というかで、少しこうティーアップをして、でティーアップをすることによってやっぱりダフリーとかトップはもう圧倒的に出にくくなりますから、このティーアップしたボールを打っていって、でもしこれが例えば自動ティーアップで高さ変えれるようでしたら、だんだん高さを低くして、そして、最後はもう地面とほとんど同じ高さまで最後持っていって、そして慣れてきて感覚をつかんだ後に、マットの上に置いてあげて、そのマットの上のボールを打っていくと、比較的ダフリとかトップが、出る回数が減ってくると思います。